皆さん、お待たせいたしました。第2部です。ユーザーの皆さんの支持を集めるレッツゴードンキとコートシャルマンに果たして弱みはあるのでしょうか。柏木さん、丹下さんに教えていただきましょう。ではまずレッツゴードンキの弱みからお願いします。はい、去年のね、勝ち馬はね、札幌2歳ステークス、きちんと勝ってます。レッツゴードンキは見せ場を作ったといってもやっぱり3着、これはね、負けるってことは負ける材料があるから負けるんだよね。前回は相手の勝った馬もちょっとそそっかしい競馬したんだよね。あれで負けたというのは本当は総合能力はないんではないかなという危険はある。だって相手がほら完璧なレースをしてるわけではないの。うん、かかってね、大丈夫かよっていう競馬をした馬に負けたんだよね。あともう一つは、これまで体重は増えてるんですけれど、これまではやっぱり滞在競馬と、東京の場合は前の日に入球して一晩お休みして、それで競馬に出るわけですから、前日入球という形、当日移送というのはね、今回初めてになりますし、関東馬なんか特になんですけど、当日移送というのはね、一つのこの阪神ジグザグフリーズの鍵になるとは思います。わかりました。では次にコートシャルマンの弱み何かありますか。2戦2勝が、測ったような勝ち方であり、着差以上に余裕はあったと思うんだけど、どうも教科書通りの競馬しかできていないな。何かこの G1、 今度は G1 ですからね、もう一つ何かしら戦列さみたいなのは、すみませんってみんな無理しないでこう指す形が多いでしょ。でもね、ずっと禁煙として残るのはね、すみませんや2戦目を追い込んで勝った魂の人やけん、だってスピードがないだろうということは言える。やっぱり差し馬はね、やっぱ勝つときは1馬身以上の差っていうのは、つけないと。まあ、逃げ馬は3馬身とかね、軽くこう、着差つけるときあるんですけど、やっぱり強い差し馬というのは首とかだと何か足りないものがきっとね。今年の2歳重賞11戦行ってますが、1番人気も2番人気もまだ勝ててないんですよね。だって今年のジベネルフィリーズってみんな横一線って思われてるでしょ、はい、でたまたま1番人気いったら有利なこと一つもないでしょ。そうですね、でその流れに巻き込まれる危険はあるね。一つ相談しないで買った方がいいですね。もうオッズ見なければいい。あそうですね、オッズが走るわけではない。わかりました、ありがとうございます。阪神ジュベナイルフィリーズの出走馬を金銀銅の札で評価していきます。スプリンターズステークスから始まった G1 シリーズ、1番人気は8連敗中、今週はどうなるんでしょうか。では今週もお願いします。ロカ